ファトントスキは、ユーゴスラビアジラン生まれのサッカー選手。コッソボ代表。ポジションは MF。ユーゴスラビアのジランに生まれ、幼い頃に、家族で、ドイツに移住した。トスマッカビフランクフルトでサッカーを始め、翌年に、アイントラハとフランクフルトの下部組織に移籍した。2007年5月12日に行われた、ブンデスリーガの SV ベルガーブレーメン戦で、 アイントラハとフランクフルトのトップチーム初出場。12月8日に行われたシャルケレイ4戦で初得点。2010年6月11日に16年間在籍したアイントラハとフランクフルトを去り、VFL 防風に移籍。2014年1月21日に公開オプション付きの半年の契約で FSV フランクフルトに移籍。 2月7日に行われたフルスヌーボーフム線で72分に、ニキータルカビツヤに代わって出場した。半年で出場は6試合、そのうち、スターティングメンバーは2試合の起用に止まったが、契約は更新された。2016年8月16日には、カテゴリアスペリオレーの経営フラッチに自由契約から2年契約で、加入。その経歴から、 マルセロ・トロイージ監督に首相に任命された。9月7日の昇格組、KF コラビペシコピ戦で初出場を果たしたが、スコアレスドローに試合は終わった。10月17日に行われた第7節の FK、ブラズニア戦で、相手ゴールキーパーのジャスミン・アゴビッチのポジション取りの隙をついて、ミドルシュートを放ち初得点。年末までに、 カップ戦1試合を含む11試合に出場したが、年始にマレーシアスーパーリーグのペライフ a が買い取った。しかしペライフ a の在籍は半年に止まり無所属となった。ドイツ U-19 代表として5試合に出場し得点の経歴がある。2010年にはアルバニアのメディアにコソボ代表を目指すことを明言したが、コソボ代表の承認に問題が起こった場合は、 アルバニア代表での出場を受け入れるとも語った。2014年3月5日に行われたハイチ代表戦で途中出場しコソボ代表初出場。同年に3試合コソボ代表として出場したが、国際サッカー連盟にコソボ代表が承認されたのは2016年なので、国際サッカー連盟公式試合での出場はない。ありがとうございます。